こんにちは。新撰堂薬局鈴木邦明です。今朝は朝、本当立て続けに驚く話ばかり聞きまして、一人の方は、ご近所で認知症の人がやたら増えてる。私のところも結構高齢化率高い、町なんですけど、本当に人口1万人ぐらいですからね。でも、一人だけこのコロナ禍で認知症になっちゃったなっていう人は知ってるんですけど、そんなに他が多いとかっていう感覚は持たないんですけどね。その方も田舎に住んでらっしゃるので高齢化率高いんですけど、それにしても認知症の人がすごく増えてるっていう表現をされるほど増えているんですね。はい。でね、もう一人、驚いたのが、その方はなんと昆虫食の自販機があるということを教えてくれました。その方もそんなに都会ではないところにお住まいなんですけどね。そういう話があって、それで、と思ってパッとツイッターで調べたら、こんな感じ。昆虫食。で、もう本当に、だん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 、もう皆さんも昆虫食の話なんて、何回も聞いてるので、もしかしたら一般の人たちは、もう抵抗もなく興味本位で買い始めてるのかもしれないですね。で、これも驚いたんですけど、今日、私に相談、カウンセリングを申し込んだ方が、ご主人が何にも、家事も育児も手伝ってくれないっていう話をしたんですけど、いやいや、あなた、自分がそういう状態だから、そういうものを食べさせてて、ご主人何もしてくんないんですよってことを言ったんですけど、今からそれが分かるから、安心して、ちゃんとしたものを作って食べさせてあげてって言って、終わったんですけどね。はい。で、もう一つ、こういうこと自体もそうなんですけど、今日お客様から、もう一つあれが言った方がいいのか、この煽り運転ですよね。煽り運転みたいな怖い車が増えてるんだっていう話をしたんですけど、これは減らないですよ。どんなに法律が、なんていうんですか、罰則が強化されても、やっぱ食べ物を変なもの食べたら、そういう方向に出てしまっている方は、それをやめない限りは、こういうのは治りません。ですから、今後も確実に、それこそこういう昆虫食ですよね。昆虫食を食べるような人は、もっと認知症にもなりますし、認知症で出れば認知症で出る。で、こういうふうな煽り運転で出れば出るの。そっち側で、どういう出方するのか分かんない。ゴミ屋敷で出るのかもしれないしね。はい。鬱になるのかもしれませんし、クレーマーになるのかもしれませんし、本当、どういうふうにはなるか分かりませんけれども、とにかく自分たちにできることをね、コツコツやっていくしかありませんので。で、今日はお客様からメールをいただいたんで、それをご紹介したいと思います。ここで言いたいことっていうのは、皆さんの中でどのぐらいいらっしゃるかな。自分の子供について、何も言うことがない、そう言えるご家庭って何軒に1軒ぐらいあるんですかね。100軒に1軒いますかね。もう勉強しろとか、ゲームばっかりしてとか、宿題ぐらいやりなさいよとか、お手伝い、ちょっとこれ手伝ってよとか、そういうことを言わないでいれるご家庭ってどのぐらいあるんですかね。正直 初めに言っちゃっておきますけど、当社のお客様のほぼ全てが、子供に何も言うことがない、そう言ってくれるようになるんですよ。それをちょっとこれ、いただいたメールちょっと読ませていただいて、本当できればどのご家庭も、ご主人についてもですよ。ちょっとそう言いながら、このご家庭では、ご主人まだ自分で買ってきちゃうんで ちょっとバラメーターという話になってますけどね。とにかく、本当に次から次へと真実が分かってくるたびに、食べ物でないものを安心安全と信じて生きてきたのだと思います。自分の大切な人を守るために、
これからも先生のブログを見て、さまざまな情報を見ながら勉強していきます。情報を得るためにいろいろ見てはいますが、本当なのか、真偽がわからないことが多く、かなり慎重になります。でも鈴木先生のおかげで、先生がおっしゃることと一致していれば100%真実と判断でき助かっております。100%は、信じないでください。比較的、私も、洗脳を自分の仕事に関してはですよ、洗脳されずに、自分の頭で考えて判断してきていますが、100%はないので、本当、どこまでね、昨日か一昨日もご紹介していると思いますけど、磁石がね、冷凍餃子にくっついたという話がありますので、ね、何度も言いますけど、本当、磁石持ち歩いた方がいいですよ。はい。怖いか。遊びの件は本当いいので。さて、大学生の娘は成績優秀者として表彰をいただきましたを掲載していただきありがとうございました。あ、そう、この女性が、送ってくださるんですよ。娘のその後をお伝えします。大学生の時にピザ屋でアルバイトをしていました。一人暮らしになっても食事は気をつけるように言ってありましたが、バイトがかなり忙しく、頭の回転が良かったせいか、重宝され、職員が行う仕事を任せられるようになっていました。そのせいか、バイトが終わる頃ヘトヘトでお腹も空きすぎる日々だったようで、残ったピザやフライドポテトなどの揚げ物を食べ、おいしいと思ってしまい、毎回バイト終わりには食してしまっていたようです。娘から健康診断で、心電図検査で異常が出たと連絡が来て、その時にバイト終わりに食べ続けていたことを知らされ、すぐに食べるのをやめるように話し、ラケシスを送っていただき、飲ませました。自分でも自覚症状が出ていたので、素直に聞き入れ実行し、約1ヶ月後には元に戻りました。食生活改善してきたおかげで回復も早く、聞き入れてくれたのだと改めて先生に感謝の思いでした。これね、うちの次女も同じだったんですよ。バイトしてて、で、やっぱもう頭の回転違うんで、他の、子と一緒にね、4月からバイト始めて、他のことよりも、子よりも全然仕事できちゃうので、すぐに職員と同じような仕事の方を任されて、で、うちの次女も、頭の回転結構いいので、2年目からはね、オープニングスタッフ、だから1年目の時に、バイトしたところは、もうなんだっけ、そこで終わった、仕事が終わった後に、残った、なんだ、天ぷら、うどんチェーンでバイトしてたんで、その天ぷら、バイトの子たちにくれるんですって。で、そのくれるんだけど、うちの次女は私の話知ってますから、その衣を捨ててちゃんと食ってたんですね。で、なるべくその中身も油を吸わないやつをもらってきてたんで、主にエビを食ってたって言ってましたけどね。 で、他の子たちはみんなそれをうちに持って帰って、うちの次女が衣を食べちゃダメだからねって教えているんだけど、もうもっと細かく言うと、家帰ってチンし直しちゃダメだからねって、その子たちに言ってあげたんだけど、みんな意味わかんないんで食べてたんですって。で、その中の一人の子が、ストーカーに、うちの次女のストーカーになっちゃったもんですから、慌てて引っ越して、そこから、うちの次女は、オープニングスタッフでお店に入るような、バイト行くようになったんですよね。そうするとね、働きが違うんで、速攻で時給が上がるんですって。だから最後、もう4年生の時に、3年生の時かな、3年生の後期ぐらいからもう1週間に1コマぐらいしか授業がなくて、バイトを2つ掛け持ちでやってましたけどね、両方ともオープニングスタッフで、時給が上がったって喜んでましたけどね。とにかくそんな感じです。はい。それから食生活に気をつけていたので、症状も出なくバイトを続けましたが、残ったピザやポテトを食べるのをやめ、大学生活を終え、元気に看護師として仕事をしています。これね、本当ね、聞いた時にちょっと本当にいたまれなかったんですけど、看護実習が
を、二回ちくわを食べないとダメって言われちゃって、まあこれ聞いた時にね、本当ショックでしたけどね。まあ娘2人とも食事改善のおかげで仕事の能力が高いようですが、気をつけなくてはいけないのが眠った人々による嫉妬です。これ本当あるんですよね。長女は当時勤めていた社長から新人ながらよく頑張っていると褒められましたが、同僚の嫉妬からの嫌がらせに遭いました。これも多いんですよね。今は結婚して仕事も辞めたので平和に暮らしています。眠った人たちと仕事をするのはいろんなことが起こるのですね。そうなんですよね。看護師の次女は同僚からの妬みに遭わないように気をつけているようです。様々なことを受け流す能力も備わってきているようです。これはね、幸いね、うちの長女も次女もあるんですよ。ですから まあ本当にね、うまいので、私から見てもすごいなって思うんですけど、本当そういうところまで長けてきますので、ぜひ信用して。で、長女は現在妊娠中でラケシスを送って飲ませています。多分母乳は出ると思いますがって書いてありますけど、母乳がちゃんと出ない人はオメガ3が足りないんです。はい、だから絶対出ます。はい、足りなく、あ、ほんでその話まで出たんだ、今日。なんだ、自分、お子さんを、なんだっけ、早く生まれるの、なんていうの、あ、早産か。早産、切迫早産で、妊娠6ヶ月ぐらいでもう本当に陣痛が来ちゃったっていう話があったんですけど、その方はね、ビーガンなんですよ。で、まあ、オメガ6過剰というよりも、オメガ3が足りなくて、早産になったんだと思います。本当、オメガ3が足りないと、早産になります。未熟児出産になりますので。あと、生理痛もそうですね。生理痛もそうですし、まあ、生理前症候群とか生理痛がひどい方は、オメガ6過剰、サラダ油ですよね、植物油脂とかが過剰で、オメガ3が足りない人なので、まあ、そういう方々こそ、10日間チャレンジをやっていただくといいですね。足りなくなった時には、どんなミルクが良いのか調べてみ、見たところ、成分を見て驚きました。赤ちゃんの飲ませるものなのに。ミルクの中の、オメガ6は、成長期に必要なんですよ。ですから、ミルクの中にオメガ6は入ってた方がいいんです。母乳でも、もちろん、母乳からもオメガ6はいきますから。ただ、離乳になった時に、今度、食べ物は、適切に選んでいかなきゃいけないので。はい。あ、でもあれかな、これ、パーム油って書いてあるってことは、ミルクに入ってるんですかね。それは良くないですけどね。この辺の、大豆油とかアラキドン酸は必要な栄養素ですので、ミルクに入ってなければいけないんです。はい。まあ、大人の場合には、ご飯でオメガ6が十分に取れているので、それで、おやつなんかで食べないようにというふうに、お伝えしてます。で、夫にも変化が、私と一緒ですね。テレビの音量が低くなりました。それでもまだ普通の人より大きいのですが、一緒にテレビを見ていると、音量が大きすぎて見ていられなかったのが、気づいたらあれ低くなってると思っていました。ちょうど先生のブログを見て改善するんだと実感。うちは幸いね、女房もやっと普通に聞けるようになったって言われました。はい。私は、夫は私が作る料理以外、まだまだ自分でお菓子を購入してきたり、飲み会や外食でオメガ6過剰です。テレビの音量低くなったのが気づいてるの？と聞いてみたら、別に耳が遠いなんて一度も思ったことないし、ドックでもいつも異常なし、火事の音で聞こえないから大きくしているだけと認めません。 まあ、そのもんですね。やっぱりお菓子食べたり、外で好きなものを食べてくるから聞く耳持たず、まだ私にはうるさい音のレベルですが、諦めずにやっていきます。まだ大変ですよね。夫が購入するお菓子は私がうるさく言うので変わってきてはいますが、まだ怪しいものを買っているようです。これは良い？とか一応聞いてくることはありますが、まあ、でもここまで来てくれるとね、本当、もう少しだけ、まあ、なかなかね、男性の方は食べ物で人格が変わるなんて言っても、なかなか信じてくれる方はほとんどいないですけどね。前にも言ったことありますかね。私、直接つながってるのは大体奥様なんですよ。で、その中で、
ご主人まで私の言ってることを全面的に信じてくださってる方は、まあ、あの結果が出ちゃうと信じてくれるんですけど、まあ、ご主人とつながってる方は数人しかいないですね。はい。自粛生活で飲み会がなかったのが続いた時はやはり調子が良いです。最近は飲み会も再開してきたので家での食事にさらに変えなくてはと思います。夫の目つきで分かるようになったのでバロメーターにしています。そうですね、私もいろいろ受け流せるようになっていますので毎日楽しめるように工夫しています。朝起きたらストレッチスクワット20秒天井を見上げています。椅子に座って片足でも立てています。北海道はまだ氷点下が続く毎日ですが今日もこれ何々市って言うんでしたっけ、すがすがしい気分で先生にメールを打っています。北海道といえば、まあ電気代がすごい上がってるんですけど、中部電力、静岡中部電力なんで中部電力は幸い4月の値上げないんですけど、北海道東、だから東京電力より上と、中国電力だから東京電力より上は全部上の地方は全部 30% ぐらい4月からね電気料金上がるみたいですね。中国とか中国電力、四国電力、九州電力、沖縄も、だから4月からもしそんなあと 30% 上がったって言ったら、この間もなんか1ヶ月の電気料金が13万だか14万になっちゃったっていう方いらしたんですけど、それが3割上がったら20万、13で31が3、3が9、4万上がったら17万。その方13万になった時点で、住宅ローンよりも多いって言ってらしたんですよ。で、今度はそれに 30% 上がったら17万ですからね。まあ、あれか、4月だから、もう一段階暖かくなってるからそこまで暖房を使わなくて済むからそこまではいかないですかね。でもそれにしてもすごい金額のアップなんで、皆さん本当ね節電頑張りましょう。はい。まあとにかく何を食べないで何を食べるのか、お母さんの仕事、どんな調理の方法でどんな調味料を使うのか、もうこの選択を適切に行って家族に食事を作ってあげる、まあ、これがお母さんの仕事のすべてで、それさえちゃんとしていればもうこういう問題、ご主人に対してのこういう愚痴もなくなるし、まあご主人があれか、外で買ってきちゃうとあれか、で子供に対して本当に何も口うるさく言う必要がなくなる。だからね、子供に何も言わなくていいお母さんって多分相当幸福度高いですよ本当に、もうまあですからそれをね、できればまあ多くの方は聞いていても行動までちゃんと伴っていないんだと思うので、まあ、特にこの話を聞いた時にうさんくさいとか本当に こいつ何言ってんのってそう思ったんなら相当食べ物でないものを食べてらっしゃるんだと思いますよ。はい。でまあこの話をうなずきながら聞いてくださった方は、ちゃんとやってる。で、うなずけなかった方ならまだまだ相当上があるということをお伝えして、最後にまあいつもの通り、こういうこちらを頑張っていただいて、本当に、子供に何も言う必要のないお母さんになっていただけたら嬉しいです。はい。それでは今回の話は以上です。ありがとうございました。